アンゴラ民族解放戦線は、アンゴラの武装組織、政党。1962年4月、ポルトガルからのアンゴラ独立を目指して創設された、組織の一つである。創設者は、ホールデンドベルト。1992年に政党として、再編、改組された。1992年総選挙では、得票率2.4%で、人民議会に5議席を獲得した。 アンゴラ民族解放戦線の前身は、1956年に、コンゴ族を中心に、コンゴ王国の復興を目的に結成された、アンゴラ北部人民同盟である。アプナは、アンゴラ人民同盟と改名した後、1961年2月4日に、アンゴラ解放人民運動が、ルアンダの刑務所を襲撃して、アンゴラ独立戦争が始まると、翌3月に、アンゴラ北部で、 武装放棄し、白人や根血者、読み書きのできる黒人を無差別に虐殺した。放棄の結果、ウパはアンゴラから逃れ、ザイールの猛物とアメリカ合衆国の支持を得て、今後民主共和国のレオポルドビルに拠点を移した。ウパはレオポルドビルで、他の組織と合併し、アンゴラ民族解放戦線として再編され、同地に亡命アンゴラ政府を樹立した。一方、 1961年2月の放棄失敗後、MPLA もレオポルドビルに逃れていたが、レオポルドビルで両組織の統一を訴えた MPLA は FNLA によって壊滅させられそうになった。そのため、MPLA は1963年中にレオポルドビルを退去し、コンゴ共和国のプラザビルに本部を移転した。FNLA はコンゴ族を優遇した。 部族主義的な体質が強かったため、1964年7月に、部族主義に反対していた、FNLA 外相のジョナス・サビンビが離反した。サビンビは1966年3月に、出身部族のオビンブンル族を中心に、アンゴラ全面独立民族同盟を結成した。しかし、各地でポルトガル植民地政府と激戦を繰り広げていた、MPLA とは、対照的に、 FNLA はザイールとの国境地帯で兵力を固め、ポルトガル軍との直接的な戦闘を避ける傾向にあったと言われている。ザイールの連兵省で軍事訓練を受けるアンゴラ民族解放戦線の選手たち1974年4月25日に創始国のポルトガルでカーネーション革命が勃発し、しかし同年3月に FNLA と MPLA は 首都ルアンダで衝突し、これをきっかけに UNITA と同盟した FNLA は、貢献を務めていたザイールと共に MPLA と敵対した。ザイール軍の直接介入を得た FNLA 軍と南アフリカ防衛軍の直接介入を得た UNITA 軍は、キューバ革命軍の介入を得た MPLA 軍によって破られ、1975年11月11日に、 MPLA はルワンダでアンゴラ人民共和国の独立を FNLA イコール UNITA 連合はウアンボでアンゴラ人民民主共和国の独立を宣言した。アンゴラの独立後も MPLA と FNLA イコール UNITA 連合の間の内戦は続いたが MPLA 政権は北部に地盤を持つ FNLA 及びカビンダ解放戦線を 積極的に攻撃する一方で、FNLA とフレックの貢献だった、ザイールのモブツ政権と1978年に、同じく FNLA とフレックを支援していたフランスとは1979年に、FNLA と UNITA を支援していた中華、人民共和国とは1983年に、国交を正常化し、後ろ盾を失った FNLA とフレックの勢力は、 ししく減少した fnla は基盤を今後族の多いアンゴラ北部に置いており、アンゴラ独立戦争中は北隣のザイ,イールやアメリカのほかエジプト、ガーナ、イスラエル、フランス、ルーマニア、中国といった国々から支援を受け、さらにはアパルトヘイト時代の南アフリカとも関係を持っていた。このうちアメリカ政府は、 ジョン・カイ・ケネディ大統領時代の1961年から FNLA を支援し始めた。アメリカは本来ザイールに供与されるべき支援のうちその3分の1に当たる金額を FNLA とアンゴラ全面独立民族同盟に供与した。フランス政府は軍事顧問1名を送ったほか資金面では無利子による100万ポンドを対応している。そして 中国は1964年からザイル経由で FNLA に対する軍事支援を開始し、最盛期には112名の軍事顧問を派遣している。また、FNLA のメンバーは、南アフリカ防衛軍第32大隊や南西アフリカ警察隊不正規戦部隊の黒人隊員の多くを構成していたことで知られる。ありがとうございます。